という大坪さんの見解で、他では稲戸千山がどのぐらい変わってくるかですね。そうですね。さあ最後にエイシンサニー4歳牝馬、今年の秋の注目馬、ゲートイン終わりました。14頭です。ゲートが開いて、ちょっとばらついたスタートになりました。エイシンサニーは後ろから行く構え、12番の勝野亮が早くも行こうとしておりますが、うちの方からおっとやっぱり白い帽子が行くんでしょうか。1番のイクノディクタスであります。前走先頭に立ってあっと言わせたイクノディクタス、今日は抑えました。勝野亮です。田島義康に乗り換わりました。勝野亮が先頭に立って2馬身くらいの差をつけました。1番のイクノディクタスが2番手であります。福平人が先行争い、そして2番の稲戸千山にちょっとかかり気味、そして4番の第一ルビー、ここにいました。4番手であります。内からずっと10番の金銭グローリーであります。おっとエイシンサニーちょっとかかった、これが怖いんです。ちょっとかかったエイシンサニーであります。それから13番のワンダーアテナ、エイシンサニーは川地騎士が騎乗しておりますが、騎士も言っていた、ちょっとかかるのが怖いと言っていた14番のエイシンサニーでありますが、これをどうなだめるか。それからヌエボ東証が行きました。オレンジの帽子、4連勝なるかヌエボ東証。内から3番のエイシンキャロルであります。それからスタナーがいました。そして7番のイチヨシロマン、それから5番の東証ハイであります。その外へ9番のカカラスマイル、その後ろから6番のエイシンデザイア、こんな展開でありますが、さあエイシンサニーは第1ルビー、4番が第1ルビーでありますが、前の方もう一頭前にいます。勝野亮です。12番の勝野亮を先頭、イクノディクタスが2番手、第一ルビー赤い帽子外から上がってまいります。そしてエイシンサニーピンクの帽子2つ、ネーボ東証、人気の馬が前へと押し寄せてまいりますが、先頭はまだ依然として勝野亮だ。勝野亮を先頭、そしてイクノディクタスが2番手、第一ルビー手が動き始めた。エイシンサニーもあんまりいい手応えではありません。勝野亮を先頭です。勝野亮が先頭でありますが、そしてイクノディクタス差を詰める、勝野亮を先頭だ。勝野亮イクノディクタスかわして先頭に立った。イクノディクタスが先頭でありますが、外からずっとスタナー来た。外からスタナー差を詰める、もう一度勝野亮、勝野亮伸びる。外から東証愛、さらに稲戸千山、勝野亮先頭。そしてこの2着は際どい、がどっちだ。イクノディクタスか、12番の勝野亮、田島義康仕事人、まんまと逃げ切ってしまいました。そしてこの2着は際どい、イクノディクタスか、東証愛か、稲戸千山か、この3頭でやります。